豊橋角日清禅寺は愛知県豊橋市新吉町9番地にある禅宗系の寺院。通称は日清禅寺日清院とも呼ばれている。1945年6月19日夜半の豊橋空襲で本尊の聖子菩薩像と本堂を消失しており、現在の画ンは戦後に再興したもので、本尊仏は釈迦三尊像を祀っています。 朝8時頃と午後3時頃、外出や家の周りの掃除や水やりをして、子供を守る83運動にも協力しています。バリアフリーとエコの本堂には、寺院としては珍しいステンドグラスがあり、サンフッツキをデザインしてあります。入り口付近には、100体の石仏に100杯することで、すべての願いが叶う万画石仏と,と呼ばれ、そしてボケ防止と安全を、 お願いする平和性観論を縁結びとハシ観論と呼び、ご縁があるように祀っています。口利き石仏とは、皆様が怒らないように、大勢の口を聞いて、家内安全祈願などをお参りしています。屋上の盆栓は、平安の鐘と呼ばれ、戦没者、事故、災害死亡者の鎮魂を祈り、子供を事故や犯罪から守るため児童同士をしています。この鐘は、 海運の金、除夜の金として HP からもネット同士をできる。また、リサイクルのエコトーバリオ、電球の LED 化などで地球の温暖化防止、省エネなどにも協力しています。ありがとうございます。